今日はですね、激安のステーキ肉を使って、あのジブリ飯もののけ姫で、サンが食べていた干し肉、これを本当に簡単に家で、もう庭で干してですね、これをステーキみたいにして食べていきたいと思います。まずはですね、塩コショウを軽くして、ただ干すだけ、これをやっていきたいと思います。はい、そして干したお肉はこちらです。じゃじゃーん、干し肉、すごくないですかこれ。ジャーキーみたいな、めっちゃくちゃ、これで約8時間ぐらい干したんですけど、1日これで、今日はもののけ姫のサンの干し肉、これね、もののけ姫だとどうやって作ってるかわかんないんですけど、焼いたり燻製にしたり茹でたりってあると思うんですけど、今日はこれを、焼いていきたいと思います。シンプルに塩コショウで干してあるんで、味はもうそのまま、昔の多分もののけ姫の時代は調味料とかないと思うんで、そのままやっていきたいと思います。軽く油だけ引いて、あとはこれをね、ステーキや分量で焼いていきたいと思います。いきます。すっごい、もう明らかに干された感じがして、あんまり強火で焼かないで、ゆっくり。うわ、すごい、やっぱ焼き色がもう全然違いますね、これは。干し肉できました。めちゃくちゃ美味しそうです。レアっていうか、もう干してるからね。すごい、これ熟成肉みたいなね。よし、食べよう。食べたい。こっちが分厚いから、ねねたちこっち食べます。ルーム取ったり、あとハサミ、ここでいい。子供たちは割と切る。で、よし、大人はこの食べてみよう、この干し肉。いただきます。ジブリ飯。うまっ。うん、食べた。8時間干しただけだけど、燻製のジャーキー感とステーキのほんと中間みたいな感じで、これめちゃくちゃうまいわ。すっごいジャーキーの味出るね、これでも。ねえ、あ、おいしい。全然違うね、やっぱりジャーキーだ。ジャーキーなんだけどさ、ステーキ、うん、俺だから熟成肉ってこういう感じなんだろうね。随分もののけ姫でね、サンっていう女の子が食べてんだけど、
もっとね、あの時代の多分、だからスパイス、これ塩コショウだね。ヤクルだよ。やべ、明日か。見たことある？ないね。おいしい、これ。うん、お子の虫様。ステーキはステーキで美味しいけど、このホスパワーって本当にすごいな。そんなちっちゃくなるのかね。うん、8時間干してるだけで、天日で。すごい美味しいわこれ。つまみに最近塩コショウしただけで、あと外にぶら下げとくだけだからね。うん、うまっ。このジャーキー感、ここすごい、なんかやっぱ色が干すからすごい濃くなるんだね。うん、なんかもうちょっとしょっぱくてもいいぐらいだけど、うん、体に良くないから、うん、ご飯のおかずっていうよりこの完全なつまみじゃない。肉ってさ、すごいライス欲しくなるけど、これはもっと酒欲しくなるね。ビールとかワインとか、うん、すごい美味しいこれ。本当ただぶら下げて、こっちの火がいっぱい入ってる方がどうだろう。食べてみよう。こっちの方がやっぱちっちゃくてちょっと火が入ったけど、うん、こっちの方がいいかもしれない。火がしっかり入ってるやつの方がなんかうまい。柔らかい、意外とこっちの方が。うん、うまぁ、これいいなぁ。ほんと干すだけで、ジャーキー、ジューシーなジャーキー。何だろう、生ジャーキーとかって売り出したらこんな感じだろう。うん、だよ、うん、生ジャーキー。すごいね、ジャーキー感。あるね。なんで干すだけでこんなジャーキー味になっちゃうんだよ。だからジャーキーが何か知らないんだ。昨日この前食べたじゃん、ビーフジャーキー。だってもう別物になるね、ほんと干しただけで。これちょっとやってもらいたいな。すごいなこれ。あれの味しないよ。超するよ。だってこれしかもグラム97円のめちゃくちゃ激安肉だからね。これ高いのでやるともったいないかもしれないけど、この安いの、こっち食べた、火食べた、美味しいよ、うん。じゃあこっち食べ、肉といえば残念ながら白ワインなんですけど、赤だけど赤ワインもあんだよね。あるけど冷えてない、うん、そもそも冷やさないでもいいんじゃないの、赤ワイン。美味しい、うまっこれ。ワインで、うん、ちょっとこれも切ろ、半分に。うん、いやー、これ嘘、うん、どっちもいいね。でもすごいな、このジャーキーを干す力って、うん、だから干物とかアジとかもさ、うん、一夜干しとかでも何でも干すと凝縮されてうまいんだよね。うん、でも家のさ庭でこんなんできるんだからな。うん、売れるよね。うん、レストランとかで前菜とかね、なんてお金取れるぐらいのレストランとかで出されて高級っぽく感じちゃうもんね。うん、あやばいわ、本当にいいわこれ。これなんか傑作だな、今までの中でも。あ、やば、全部汁こぼれちゃった。まあいいね。いただきます。うまいな、ほんと最高だな。この肉で今日300いくらだから、ね、安いんだよ。ジャーキーちょっと硬すぎるって人にはかなりおすすめですね。ジャーキーほど硬くないしね、むしろ柔らかいもんね。このように干して薄くスライスすればすごく美味しくなるので、ぜひパーティーなんかでも喜ばれるぐらいのクオリティの高さあるので、
もののけ姫のジブリ飯、もし試したい方いたら作ってみてください。それでは今日もお酒飲んでくれてますけど乾杯。ご視聴ありがとうございました。